てんだよね、言っちゃえば。またトイレ来ちゃった。トイレ特に調べる必要あるかな。来ないかな、なんか飽きそうだけどね。一つぐらいは。ノック何に取れない、待て待て。ノックしたくないよ。ノックし、待て。おい、あ、もう、あ、もう出ていく。ノックして、もしもーし。ほら、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 ほら。あれ、なんか、なんだよ。ノックして、もしもーししたのに、誰ももしもししたいの。あ、もういいや。待て、待て、他にノックできないか。これだけノックできんの、すごいね。よく、本当によくわかんない。は？いいのかな。なんかこれでフラグ回収してメリーさん出てこないよね。一応念のためすぐ出しする。うわ、びっくりした。何、は、何、ちょっと待ったー。誰誰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 誰、は、人のこと呼んだってそのままするするってどういう条件なんですか。いや、反応がなかったか、というか、君は、本当に、何、びっくりした本当に。私ですか。私はハンダコです。そういうあなた。なるほどね、花子さんね、トイレの。なるほど。合点承知のすけ。俺は、みつるだよ。あかんねえ。かずしげみつる。みつるさんですね。しかし反応薄いですね。私、トイレの花子さんですよ。と言ってもな。あ、信じてないですね。このままと思ってバカしますね。何なら証拠見せますよ。いや、信じてないわけだけど、君は随分友好的なんだね。あ、そういうことですか。それはメリちゃんに比べたら、大抵の例は買い物ですよ、もう。そんなことより私に何が用だったんじゃないですか。いや、用は特にないんだけど、それがあったら、試したくみて、ちょ、噛みまくってごめんなさい。まあいいです。私はここにいるので、よかったら入りってくださいね。そうさせてもらうよ。メリさんは何、何要素じゃ、とりあえずメリさんに挨拶してみます。ごめん、貫通したわ。どうかしましたか。あ、これヒント、いや、別にじゃあヒントいらないです。あのさ、ヒントあったらね、あれだよね、面白くないもんね。メリーさん先に進めないんだけど、どうすればいいんですか。なんかいろいろあるけどわかんない。待て、子供部屋をよく調べてください。同じ場所でもよく見ると新たな発見があるかもしれませんよ。はい、子供部屋行きましょう。はーい、あのですね、難しい。子供部屋を見ろって言われたんですけど、ぬいぐるみが消えてる。本当消えてる。確かに消えてる。うわ、なんかぬいぐるみ動き出したら怖いな。調べしとこう。ペットがある。待って、クリスマスは今年も何もない。お、なんか来た。そこの方に鍵があった。ラッキー。これ来ないよな。セーブしてこう。怖いねー。とっつぁん。それで鍵をゲット。鍵っていうことは、どこら辺だわかんないけど。ここじゃないね。ここ行ったっけ。ここも開かない。でね、ちょっと俺ね、トイレ行きたいんだよね。まあ多分次メリーさん来たら本当に漏れそうだから。はい。ね、わかるでしょ。ホラーゲームやってる最中に、抜けたいけど抜けられないみたいなこの気持ち。あるんですけど、さすがにちょっとこれ漏れるんでごめんなさい。ちょっと一回タイム。この時にメリーさん来たら俺多分死ぬ。さよなら。はい。ですね。待って、すべての記憶が飲んだ。鍵だ、鍵だ、そうだ、鍵だ。はい、ここですね、やっぱり。開いた。うわ、びっくりした、なんだよ、急にまた。うおー、これあかんだろ。いや、ミツル、まさかのノーコメント。さすがに、でも、この手形ちょっと綺麗につきすぎだよね。ちょっとこれあれだね、学園祭のさ、お化け屋敷上。動くなよバカ。そうですね、待って、これは取りたくないな。念のためいろいろここね、最短ルートで行きましょう。メモ、
ゃ、そっちパティン。まさかの真正面にメリーさんがガードしてたか、それはそれは無理難題だろう。はい、ツイート。大きく大きく待って、大きく待って、よし、オッケー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 、完璧。俺でメモ、メモみたい。 4D、 4D はなんだっけ、3 day not 2 year みたいなやつだっけ、そのやつ 3D2Y か。え、大きいんだよ、ピクッと点滅してる。何が足りないんだ、これは点滅しないのか、お前。よく、これは鍵がかかってるね。もうないかな、もうないね。おお、乗った。これもまたなんか来たよ。特にこの子供部屋が意外とキーになってるというか、物語の拠点、拠点、拠点ではないけど、いい場所にあるね。マット中に入ってないね。さすがに。三時30分。一回休憩します。お疲れ様でした。